はい、じゃあ始めるよ。みんな集合。おーい、準備 OK？ いや、ダメです。なんでやねん。いつでも大丈夫です。いや、ダメです。なんでやねん。リスナーのみんなも準備 OK やから。ダメです。だからなんでやねん。一人踊ってます。ってラインで大丈夫です。ジャンクラジオでジャンジャジャン。はーい、1、2、3、4。お前が踊るんかい。中フリーマーケットみたいなんで、はい、ある人があのビーズ買って、うん、じゃあ穴通すやつ、穴通すやつ、ああ、赤ちゃんの乳歯がいっぱい出てきてて、怖っ。どういうこと。その袋の中に入ってた。こうやってこうやってビーズを、ビーズってさ、針に、まあ、糸通してこう針で穴を刺してガタガタガタって止めて、その時に全部丸やねんけど、なんかあれなんか形変やなっていうのがあって、で、思ってよく見たらなんか歯みたいやなっつってどけて、僕も歯みたいやなっつってどけてたら、いや歯やなってなって、要は歯って神経の部分が穴開いてるやんか。ああ、うん、で、そうだから、まあ、赤ちゃんのっていう、まあ子供の乳歯が何個かボロボロって出てきて、売り物としてその中に混じってた。そうそう、フリーマーケットで誰かが売ったのが。うわー、めっちゃ怖いよこれ。せーの、オイス、ユウ、ウチ、カズマ、ジャンク。よろしくどうぞ。こんばんは。いいところと通ってましたね。通ってる、通ってる、全部通ってる。っていうのこの前ネットニュースで見たで。やば。なにこれ。めっちゃ怖いよな。やば。まあ、ワンちゃんその抜けた歯を保管し続けてた結果全部打ってもうたっていうパターン。あ、だからそうそうそう、混ざっちゃったとか、あ、その意図的なものかとか、うん、ただもう写真で。ビーズを買ったら乳歯がっていうだけだか分かんないけど、ちょっと真相謎やけど、まあまあ怖いですね。いや、まあまあ怖いよな。お便り読めます。怖いお便り。何何誰だ。お便りあれは全然ちなんでないよ。実は私ですとか。ラジオネームおさよです。おさよ。名前がおさよって出てる。あ、おさよですから。ほんまや、ありがとうございます。あのビーズ買ったら、購入者の方、ビーズフリーマーケットでビーズ売ったらじゃなくて、買ったら、買ったらバズりました。めっちゃ怖いやんけ。違う、先日普段は見れないテレビを見ていたら、めちゃくちゃ知ってる人が CM にご出演していて、のりくんと本人間違えてないと YouTube まで行き、 CM の裏側的なのまで見て、私の確認方法がオタクすぎて自分でも気持ち悪となったので、ラジオで紹介させてくださいね。ああ、ああ。首にあるほくろで確認しました。オタクすぎる私を嫌いにならないでくださいね。だって、オタクであるからいいんだよ。そう、そう、ごめん、あの前回ののりくん会で読めばよかったんだけど、うん、ちょっと多かったから省いちゃったんだけど、あ、一応これのりくんにもちゃんとさっき読んでね、うん、伝えたんですけど、いや嬉しいよな、めちゃめちゃ嬉しいです。愛しかない、ね、ね、よくないって思ってる。でもどの作品見てのりお師匠首にほくろあるってなったやろ。あ、さっき確認するまで知らなかったから、ね、私も分かんなかった。俺知ってたんがあれやね、前、うん、新型撮ったやん、うん、はいはいはい、撮った時に、あ、俺がのりおロボの電源消す時に首の後ろにボタンがあるっていう体だったから、あ、ショートドラマのやつでのね。あ、そうそうそう、でもう、あ、壊れちゃったらダメだって言って停止って時に、あら、やだ、こんなところにほくろあるんだわっていうぐらいだったの俺。感覚、そうやって感じて押してたんだ。そう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 、見てくださいね皆さんね、見てくださいね、あの押す瞬間にそうやって思ってやってる。あ、そうそう、あの時俺はあらやだ、こんなところにほくろあるのねって思った。うん、この方って、なんかある、そういう特徴、自分のここ見たら自分って分かりますよって。俺背中にさ、こんな大きなあざあんねん。背中に、背中に、だから上裸の男がいっぱいいる時にも後ろ姿で俺は分かんねん。あざ、あざ、あざ、あざっていうかもうシミ、赤ちゃんとかあんねん背中に。毛孔斑的な、毛孔斑、毛孔斑だってケツの青いやつじゃないの。え、ケツだけなの。毛孔斑ってお尻青いやつやんな。え、そうなの。あれお尻だけよ。俺膝に毛孔斑あるよ。毛孔斑ってそれ、あざ、じゃあお前それお尻やねん。なるほどね。お前そこはお尻やん。お前膝、お尻だった。負け伸ばしできるよ。そうそうそう、お尻だったんだ。お尻だった。あ、そこから落ちてんの。その膝裏ぐらいから、ね、うん、ほら足短、すっごいじゃん。そういうこと。
え、ここまで今お尻って言ったから足短い。あ、そういうこと。ここまでお尻らしいです。そこまでお尻。そこまでお尻。カズマはそう、うん、足短もうええねん。ありますか。そういうなんかね、私のここ見ていただいた私ですよってわかる。むずいな。ないかも。あざじゃないけど、私こうなんか右太ももの裏になんかあの北海道チーズ蒸しパンみたいなあざがあります。ちょっと見せて。いや今めんどくさい。何それ。じゃあメグもそこまでお尻なの。あ、そうですね。みんな足短いやん。ちょっと待って、いや俺じゃあ背中やで。めっちゃ足長いで。俺肩甲骨らへんにあんねんね、それ。めっちゃ足長い、うん、めっちゃそこまで足だった。俺うんこするときやばいやん。背中からモリモリって出てやば俺きっしょ。ないなー、そういうの。まあまあ自分やと気づかんとことかもあるよな、多分な。確かに。うん。なんだろう。なんやろ。なん、あの、自分のさ、あの、髪の毛切った時とか、後ろこんな感じでいいですかってさ、うん、見せてもらう時にさ、なんか、わ、俺の後ろから見た感じってこんなんなんやってよく思うことない？ありますね。なんか、あ、俺ってこんな風なんやって。嫌、うん、なくせ毛とか、あるよね。ありますね。やばいやばいやばい。あるよね。なんなのその、何にもない会話。いや、今ちょっと思い出して。ラジオショーやぞ。思い出して。みんなもあるよねって。見たことないところね。見たことないところ。まあ、お尻とか絶対見ないからね。あー。俺あんねん。お尻見たことある。お尻の穴見たことある。自分の。なんで自分で。え、覗いてるの？え、言っても大丈夫なやつ？カメラ。え、うん、カメラで。その俺、血毛すごいねんやんか。へ、そう、あの、オーラインというんですかね。はい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 、言いますね。で、ある時うんちしてたら、うん、オーラインの毛がハンモックみたいになって、うんち引っかかって落ちてる。マジ、うん、お前なんかハンモック、うんちがこうくつろいでんねん。く悪い話よ、お前。だから言うたやん。正解で、あ、まあ、もしあれやったら全部ここら辺ピーって言ってもらったらいいんやけど、落ちひんなってどうしようと思って、で、ウォシュレット当ててんけど、その、質がすごい硬いものだったから、水なんて、もろともしないのよ。そいつが？ウォータープルーフなわけよ。あそいつが。うん。で、物がね。物が。で、あの、トイレットペーパーで引っ張っても、あの、もう、毛が全部ついてるから、なんかもうみんな離れたくないって言って、いてててって。で、どうしようと思って、とりあえず今どんな風に絡まってんやろうと思って、写真をこう、頑張って撮ったんよ。え？ほんなら、ほんまにハンモックついてて、え？そうで、こんなところにって。だからそこ見ていただいたら僕がどれかってわかるんだけど。いやー、悪い話や、お前。そうなのに。いつ見んねん。だからその時しか見んかったけど、普段から見てるわけちゃうから。病院とかかと思ったわ。いや、ちょ、家で。メグもこんなことある？ないわ。あってたまるか、そのまま。いや、ほんまに。いや、ゆうくんのヒゲみたいな感じだった。うーわー、そろ。そろ。同等、同列でされてる。俺のお尻と同じ顔してるで。同列。ですって。ひど。皆さん動画見てくれれば。私のお尻は俺の顎みたいになっとるという。もう行こう、ほら、はい。この後も引き続きよろしくお願いします。お願いします。すみません。辰巳ゆう。何これですか？え？ペリオ。内田翔太。わあ、おはは、来た。え、お前マジで？松井翔吾。もう大人になってからちょっと好きなのにしちゃおうかな。ああ、いいよ。急ぎん着。小花のりひろ。そう、それやったらもう普通にもう分かりやすく小指を折ればいい。ああ、分かりやすいな。せー、うん、なんか俺だったら、うん、多分ダンスの話したら、うん、そういうこと話せる。そうだよね。藤作めぐり、面白い演出する人がいるなあ、俺がね。めっちゃ上から見ないで言い方だった、ね、こいつ面白いな、ね、清志一馬。はい、どうも皆さんお待たせしました、清志一馬です。よろしくお願いします。お願いします。よいしょ。ジャンクラジオでジャンジャジャン。はーい、ちゅうことで、はい、今日はお便り祭り、うん、嬉しいよみたいなこと言うのはもうだいぶ久々なんだけど。そうね、ちょっとぐらいね集まったんで、まあ、前回もだって結構読ませてもらったんでしょ、ね、そう、もう感想もね、まあ PV 上げたばっかりだからっていう本公演のね、あ、まあ、あるからドカドカって来ましたけど、それについでに多分ね送ってくれてる人が多いのよね。嬉しいな、助かりますな、ありがとうございます、ね。じゃあまずはラジオネーム大倉敦樹さんからです。あざあざ。
ジャンクの皆さん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。子供の頃は嫌いだった、苦手だったけど、今は大丈夫になった食べ物や飲み物があったら教えてください。自分は蜂蜜や柚子が苦手でしたけど、今は飴も舐められるぐらいになりました、ということで。へぇ、柚子蜂サワーとか飲んだらもう、なんのかな、でもこんなもんいっぱいあるよな、多分。ありますね。サンマの苦いとことか。あ、鬼門とかね。ねえねえねえ、あれ、今やと結構美味しいと思って食べてるけど。うん、塩辛とかもそうだしね。あ、子供の頃はうわーってなってくるよね。だ、酒飲み始めたら大体のもん食えるようになったけどな。なんか、あ、これも美味しいっていう感覚というか。う、俺ね、明確にね、分かれて思っ、あの、感じたのは、ビールがうまいって感じた瞬間、食べ物も完全に変わった。あ、わかる。あ、やっぱ苦味とかに対応するんですかね。ああ、そう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 。まあ、味のところで言ったらゴーヤとかじゃないですか。ピーマン。そうだね。ピーマン。ピーマンとか。なんかね、なんか、まあ、あるんだよね、科学的にね。あの、うん、舌が鈍感になってくるんだ、大人になると。ああ、なるほど。だから、そのなんか、苦さ以外の味がわかるように、明確になってきて、大丈夫になるんだって。はあ。苦いイコール毒だから、あの子供を吐き出すっていう風なのができてるから、だから大人になるにつれて死ぬ方向につながってるっていう。だからピーマンは嫌いだって言っても大丈夫なんだよ、子供の時は。子供は当たり前だよ、うん、大人になれば食えるようになるもんなんだけど。へえ。ゴーヤとかもそうじゃない。カズマ嫌いになったもんなさそうやな。俺そんなないっすね、豆ぐらいから。今でも食えないの。豆食えない。枝豆も枝豆も俺食えないです。だからあの、何が嫌いなの。豆っぽさ、あの豆の臭さが嫌いなんですよ。お豆腐は、豆腐はいける。納豆もいけるんですよ。ああ、煮豆とかがマジで無理なんですよ。あの、ま、あの感じか。へえ。が無理。食感、味、味、味か、味、味がダメ。青い感じ。あ、ちょっと、うん、まあ分かんないね。まあまあまあ、グリーンピース嫌いな人とかと多分似通ってるんじゃない。あ、もうグリーンピースとか持ってのほか、そら豆とかね。そら豆なんてあんなもん食いもんじゃないです、うん、青臭さのもう、もう塊、ゴンゲ、青臭さのゴンゲやもんな。ゴンゲ、あれはもう草原食ってるのと一緒。でも美味しい、俺は好きやけどな。まあね、まあまあまあ、でもなんか嫌いな理由はちょっと分かるわ。え、そうなると大葉とかは大丈夫なの。大葉は余裕っす、大好き。あ、じゃあそことはまた違う。また違うです。葉っぱはいけんだね。葉っぱ系 の、 あの野菜とかは基本好きなんですよ。あ、豆か。豆がもうダメ。はあ。なんか昔からで言うと、なんだろうな、いっぱいあるだろうけどな。うん。なんだあれ、セロリ、パクチーも絶対それで食えるようになってるしな、大人になって。え、パクチーいけるんですか。うん。パクダメだ。パクチーダメだな。俺この前久々に食うてん、パクチー。はい。いけるよ、思って。うん。やっぱり食べれるようにはなってん、その、うん、わーでもなーって、そのやっぱり頼まんわなって思った、うん、後からやっぱカメムシ追っかけてきません。走ってくる、わーって、うん、背中に折ったわ。もうカメムシが俺あんまりわかんないから。へ、俺カメムシって言われて今頭に浮かんでないよ。そう、だからカメムシの臭いを感じたことがなければそうなんじゃない。そうそうそう、あ、そうか、イコールじゃない。だからじゃあ今度見つけたら持ってきますわ、カメムシ。あ、でもマジで、あ、パクチーだって思うと思う。マジで、あ、これかってなりますよ。セロリは違う。あれ、セロリも私苦手です。俺好きやな。別に食えるな。なんか青い、青い感じ。まあ、それはまた別なんだ。パクチーとは。パクチーとまた別ちゃうな。臭さ。パクチーはもう香りやもんな。その、まあでも俺ね、もともと小さい時から苦手なもんあんまりなかったのよ。あ、食わず嫌いもしないし、食って普通に食い、うん、全部バクバク食う、うん、少年だったから。少年だった。あんまりだから、そ、まあ、確かにパクチーとか最初の方うわってなったけど、うん、まあ、だいぶ早めに克服してると思う。あとは牡蠣は未だに。そう、未だに牡蠣だけ。貝の。はいはい。あ、なんか、カキフライは食えるよ。ようになった。ギリな。ギリいけるって言ったら。うまく感じた。去年だね、話は。それは。毎年、挑戦すんのよ。あ、そう、言ってました。味覚が変わるから。もう嫌いなものなくしたいの。はい。そう。で、カキ見ててもうまそうに見えるんだけど、食うとね、ダメなんだよね。あ、うまそうに見えるはなんか。うまそうには見えてる。ね、なんか、キノコ嫌いな友達が、うん、もう、見るだけでもう、うわってなんねんって。うん、もう見た目もって。私、それです。キノコ嫌い。あかん。全部、うん、全般無理っす。触りたくもないっていう。え、なんかもう、やだ。味？味、食感、匂い。椎茸の匂いとかマジで無理です。ってなる。あ、なんで、美味しいんだけどな。美味しい。美味しい椎茸。あんなもん焼いて醤油だけでいいのにな。わかる。おー。下手なことせんの、ね、流すなよ、お前。もう一回ぐらい言ってこいよ。美味しい椎茸。
でも誰も聞こえてへんねやって思った俺の声は。聞こえてる聞こえてる、うん、聞こえてはいました、うん、あのえもう一回お尻のハンモックの話するやめろやめろやめろ、もう大丈夫、別の話してんねん今真逆俺牛乳まだ飲めませんわ。あ、牛乳嫌いだね。牛乳ぐらいなもんですわ、もう口に入れられへんのは。臭い臭い、うん、まあ分かんなくないけどな、うん、なんかバッてなるよね。うん、絶望的に食えないもん一個ありました、うん、バナナ。バナナ俺ダメなんですよ。カズマがめっちゃバナナ食いそうじゃないですか。食べず大好き、うん、バナナずらしてるもん。カズマ持ってそうだよ、ね、持ってそうバナナ携帯してそうな顔してるのに。あ、分かる分かる。俺バナナ食うとゲロ吐くんですよ。味も味匂いがダメで。匂い匂い、じゃあもう加工してるアイスとかもダメだ。あ、ダメですね。俺今のあのあれスタバのバナナベルで超飲みてえのに。めっちゃ美味しそう。めっちゃうまそう。めっちゃ美味しそう。ちょっと待って、ちょっとお前そんな乙女なところあったの？確かに。なんか俺ね、バナナの加工品めっちゃ好きなのよ。そうやったっけ？そう。そうなんや。そう。そうなん。俺アイス全体で言ってピンポイントで好きってなったら、そのスーパーカップのバナナチョコチップが。ああ、なんか言ってたな。言ってたな。そういや言ってたな。そう。でもユウさんからスタバの。スタバってなんかあれ超飲みたいのって。なんかイメージなさすぎたよ。バナナジュースもマジで好き。で、はいはいはい、その加工してるのが好きなんだよね。昔から。でそのまま食っても別に好きだけど、だったらあの。なんかちょっとガムシロとか入れて、あの牛乳と混ぜてバナナシェイクにしてって、ばあちゃんに言ってたよく。へえ。そう。えらい贅沢な。まあね、まあ、そう、昔からそう。だから加工、あれでも好き。バナナ、チョコバナナ。屋台で売ってるじゃん。あれ美味しいな。そう、あれは加工でも大丈夫。あれは美味しい。そっか。でもなんかバナナ嫌いも、まあいるわな。一定数聞くは聞くけど。まあまあまあ。でも、なんや。カズマはそこか。意外なんですよね。まあ、吐くほどまで俺でも行かなくなったな、牡蠣は。うん、昔は初めて食った時のが鮮明に覚えてんだけど、うまいから俺食ってみーって生牡蠣、うん、なんか垂らされて、ああ、ほんとーってジュルって言って、まずすぎて全部吐いた。今までの食ってた丼とかも全部吐いたけど。もったいない。そう、覚えてる。まあ、あれも、まあ、一種大人味やとは思うけど。まあ、確かに。うん、それで言うと、私、子供の時、ナス食べられなかったんです、お茄子。あおでも揚げナス食べてから食べれるようになったんです。うまいよな、あれな、くったくたしてな。あれ美味しいよな、あれな。ナス揚げ浸しとかそう。美味しいやな、よく作るわ。原型ギリないぐらいのナス美味しいわな。あ、もう、この前さ、この前ナスのステーキを作ったの初めて。おあの、普通に切って、ちょっと、あの、包丁入れて、うん、白だしだけで焼いて、かつお節かけて。うわ、美味しい。うわ、めちゃくちゃうまかったんだよ。めちゃびっくりぐるすらうまくって。びっくりぐるすら。ナステーキ。ぐるぐるぐるってなって。ナステーキ美味しい、うん。初めて食ったから。ナステーキな。うん。うん、そっか。素敵やな。お、うん、おわ来た来た来た。来た来た来た。来たの？ついわばが。バガキッツ。じゃあ今度ナスシェイク作って持ってきてあげるわ。うまいんかな。ガムシロ加えてね。ガムシロ入れて。うまいんかな。ナスシェイク。まあみたいなとこですかね。全然答えられてないんじゃない。苦手なものが良くなりましたかの話。まあでも全般なったからもうなんかわからんくなってる、うん。でもまあ定番だよね。普通にそうだよなって思う。トマトジュースとかさ。あ。だからトマトジュース俺やかんかった。野菜ジュースとかさ、大人になってなんか友達が飲んでるレッドアイを飲んだらいけるやん。そうそうそう、からもう、はい、普通にトマトジュースでも美味しいとかね。あ、そう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 、あるよな。野菜ジュースなんて子供の時絶対飲まないけどさ、大人になったらわりかしいける。あ、いけるいける。青汁とか、あ、うん、うん、いっぱいあると思うなと思ったけど、うん、確かに忘れかけてた記憶やな。その、ちっちゃい頃何があかんかったなんて、うん。今当たり前に食ったり飲んだりするから。でも、あれない？その、克服したやつがむしろ一番好きまであり、なんか来てるなっていうやつ。まあね、真逆のランキングになるっていう。うん、そう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 。あの、普通を本当に真ん中のラインにして全部の食べ物を並べた時に真逆ぐらいまで来てるやつ。あ、そうそうそう。あ、塩辛は完全にそう。あ、そう、塩辛とか。うん。あの、あれ、白子ポン酢とか。あ、わかる。完全に真逆に来てる。あ、俺あれやねん、アボカド。ああ、わかる。ちっちゃい頃アボカド嫌いやってんけど、うん、今アボカドってって、ま、毎日食うてるから。わかるわかるわかる。俺あれとかシラスとか。ああ、子供の時そんなに好んで食わなかったけど、真逆に来てる。ホッケとかもそうだけど、はいはい、ああ完全に真逆のランキングになって、はいはいはい、だからやっぱ酒飲みの、確かに、そうね、そっちになっちゃうね。うん、そう、酒飲めない人ここにいりゃな、なんかちょっと結果か。私は別かも。確かに。酒飲みしかいないから。そうね。
まあそんな感じかな。そうね、うん、はい、今日はもうね祭りだからね、いろいろ行くよ。うえ、うん、はい、お願いします。今日コーナーぶっ飛ばしていくつもりだから、みんなよっしゃ、おうおうおう、よろしくね。お願いします。ラジオネーム、ええええ、ゴジコさんです。ゴジコさん、ゴジコさんだかな。え、カタカナでゴジコさんですかってことは、ゴジコさんですか。多分ラジオネームのところが考えるちゅさんになってんの。いつも考え中さんじゃん。おうおうおう、だからゴジコって呼んでくださいって前言ってたから、おうおうおう、これはゴジコかなと思った。おうおうおうじゃあゴジコ、ゴジコさんだ、ゴジコさんだな、多分な、これな、うん、皆さんこんにちは。じゃ、こんにちは。最近めちゃくちゃ暑いですな。暑いですな。きっと放送される頃はもっと暑いかも。皆さんは暑い時にどうやって涼しくなりますか、教えてくださいっていうことで、うん、おお。エアコン、エアコン、まあ確かに、エアコン、エアコンやな。外でどうする？外やろ。うん、あ、でもなんかあのちょっと涼しなる、なんかあの塗るやつとかあるやん。ありますね。スプレーとかさ、シャツクールみたいなのとか。昔よりもはるかに多くない？うん。うん、あ、だからそれで言ったらあれ、エアリズムすごいぞっていう話、俺去年確か、あ、してた。大丈夫、しててんけど、すごいな。汗かけば涼しくなるもんな。うん。エアリズムはいいぞ。匂いもそんなにしないしな。そう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 。あとエアリズムって首元さ結構深いというかさ、うん、あれ見えないように見えないようにできてるから、ね、でこれ舞台の時にめっちゃいいと思った。確かに汗取りとして、そうそうそう、汗取りでめちゃくちゃいい。なんないしね、衣装がね、うん、1枚かませるのはいいと思う。なんすかね、あとあります、逆に涼しくなるであろう食べ物系とかなんかある。うん、アイス食べるとか、アイスになっちゃうね。今はもうフラッペとかもすごい充実してるし、ね、うん、コンビニとかで買えちゃうもんですから。そうだね。なんかでもあれはよく持ってたかも。去年の地獄の暑さの時はあの濡らすと冷たくなるなんかタオルみたいなのを持ってた。あ、首に巻いたりはしたな。確かに。そう、あれは良かったかな。なんやろ。子供の時に使ってたのは、あの殴ったら冷えるのレイカってやつ。あー、変わったな。カイロの逆版ね。そうです、合宿でめっちゃ使ってました。あれあったな。でなんか脇とかにね、そう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 、挟んでね、そう、太い血管通ってるよみたいな。そうそうそう、冷やせ冷やせって。でもまあ氷食うな、やっぱり。まあまあ氷ですね。うん、まあ、まだ今だって6月、まあ今日の放送17でしょ。まあまだ本ちゃんは来てない。いや、ぶっちゃけ一回涼しくなってても梅雨入って涼しくなっててもおかしくないぐらいの時期だね。だからもうこれがな、8月とかだったらさ、うん、もうな、何をしても、まあ、やりようないじゃないというかさ、外がね、結局だからもうスプレー塗りまくって振りまくってエアリズム着て半ズボンで、あのエアリズム着てさキンキンになるさ、そのスプレーあるじゃん、うんうん、脇とかにかけるやつ、はい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 、あれをもうすると最強よ。まあもうそこがピークじゃない、うん、冷てエアリズム冷てってなるね。多分そっからはもう何やそれ以上はないような気がするな。 そうだね、それで10分外にこう現場まで着くまで耐えるみたいなノリになっちゃうよな、うん、やっぱ15分歩いてらんないもんね、うん、もう、うん、あの命を、うん、命の危機を感じるもんな、うん、37度とかになってると。よく言うのがなんか体温を下げる食べ物みたいな、はいはいはい、キュウリとかさ、うん、スイカとかさ、うん、もう気持ちやだなって思うもんね、あれ。確かに。昔の知恵だけど、今は通用しないでしょ。昔なんてどうせ、そう、そう、昔なんてどうせ暑いとか言っても29度だろ。もうほんまそうやろな。今ぐらいやろ。30超えるなんて、みたいなね。いや、俺ら小学校の時ですら30は超えてなかったはずだって。あ、うん、でも30超えて。めちゃくちゃ珍しかったと思う。そう、30超えたでって、そういう感覚やった。31、2度は珍しかったね。俺、小学校の時。うん、俺もそうやったと思う。5度なんて、異常気象だと思ってる。でもそれもそうだよな、ここ近年でだいぶ変わってるっすもん、ね、そうだよ、8月ほとんど37度だったんだよ。バカみたいですね。ありえないでしょ、普通に考えたら。バカチーっすよ。去年10月で37度回ってたからね。ずっと30度超えてるみたいってね。そう、無理です、無理です、もうそうなると対応できません。うん、エアコンベストアンサーが最悪やけどな。でもなんか今あれですよ、その洋服とかでも接触冷感のが出てきたりしてて、うんうん、自分がよく着てるガラシャツとかはあの接触冷感になってるガラシャツだったね。全部しちゃえばね、
あとはやっぱもう熱中症、頭はどう守るかよね。ですね。カンカン帽とかかぶって。カンカン帽？お前のさ、普段の私服からカンカン帽をかぶったらさ、あの夏休み、僕の夏休み状態で、ただの、あれ、虫取り行こうぜっつって。網忘れた坊やってなる。このカンカン帽はカズマのカンカン帽。迷子になってるじゃん。迷子になってる。カズマこの辺で見ませんでしたか。これはカズマのじゃない。カズマくん。みんなが探してくれてる。風が通り抜けて。カズマ。多分病院に向かってるんで。なんで人呪い。なカズマのカンカン帽ってそれぐらいのインパクトある。でもあの手この手ですよ。そう。もうなるべく外出ないでくださいねって感じだね。そうよ、そう水分補給と引きこもるのが悪いことじゃない、うん、危険だから危険よ本当に、うん、命大事、うん、命大事、うん、本当そんな感じでもう一通いこうか。よっしゃー、ラジオネームたぬきちさんからです。たぬきさん久々かな。久々だなもう、うん、ここもねまたね温度の話。最近寒暖差が激しいですが、皆さんは体調管理どうしてますか、うん、おすすめの喉のケアとかあれば教えてほしいです。いつも応援してます。ジャンクが大好きです。ありがとうございます。ありがとう。僕も大好きさん。ありがとうだね。喉のケアですか。体調管理だって。体調管理寒暖差でまあやられるよね。やら最近なんか絶対湯船浸かるようにしてる俺。うわ大事。絶対がしかもこの前久々に熱出てなんかダウンしてたもん、うん、あ確かに、うん、そうあの職場で俺以外のやつが全員風邪ひいてて、うん、あのこの間だよね長確かに前回のそう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 なんか前回のミーティングの2日後か3日後ぐらいやったと思うんやけど、うんうん、ギャンギャンに熱出て38度9度ぐらいかな、うわ体感な熱測ってんか知らんけど測ってへんかいやっば思って体感な体感な、うん、うん。だからないかもしれんけどな。確かに。体感な体感な。うん。なんかほんまに、もう外出られへんわってなって、何もできひんわってって。で、まあ、いろいろ疑うやんか。コロナかとか。うん、まあなぁ、うん。で、風邪かとか。まあ多分コロナやねんけど。うん。熱なかなか下がんなかったんだよね。熱も、咳残ってね、そう。で、咳がなんせすごくて。コロナっぽいね。ずっと痰。なんか、風ぐらいじゃさ、そんな店の、うん働いてるところが全員が全滅はないですよね。結構じゃない、うんうん、そうだから感染力見るに、うん、あこれがコロナだって思ったけど、まあでも肉食ったら治りましたね。単純ほんまにむちゃくちゃのニンニク効かせて焼肉ああうまそんなゲームみたいなシステムいや大事よニンニク大事よ。肉っていうかニンニク大事よ。俺はそれで言うとポカリは絶対的な信頼度。ああでもちょっと分かる分かる。ポカリポカリもう体調悪くなりそうぐらいからポカリガブ飲みして、うんうん分かる。寝るもんね。ポカリと R1 ですよね。R1 ね。そうこれ R1 まで行ってないのよ。R1 とか薬膳とかヤクルト戦とか、うんうんうん、結構効くみたいな。ヤクルト戦を薬膳って言ってんの？薬膳ってみんな言ってない？知らない。いや俺も初めて聞いたわ。あマジっすか？その世界線におれへん。びっくりした。俺なんかちょっと緑系の葉っぱ想像したの。薬膳。カズマが薬って言葉聞くと若干不安になる。それは考えすぎやで。それ、それ風が治ったんじゃなくて飛んだだけやから。若い言葉ですわ。あで何でしたっけ？寒暖差どう、そう、そう、どう対応するみたいな。が激しいから、まあ、体調管理どうしますかって。うん、うん、ああそうね。それで言っても。私は完全に蜂蜜左右飲んでます。ずーっと。朝と寝る前。溶かすだけ？溶かすだけ。まあ絶対いいよね。体温まる、うん。そう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 。俺もねなるべく酒以外は冷たいもの入れてないんだよね。体冷やさないようにしてるとにかく。大事っすね。あ似た感じにはなるけど汗の処理をちゃんとするとか。あ服とか。冷やすね。冷やさないことで。そう今の時期は特に。うん、寝るときね危険だよね。いやまずいっす。俺ねマジでばあちゃんの知恵袋なのか本当に昔から寝るときにね喉にタオルを巻いて寝るの。うん、あそうで本当に小学校とか中学校の時はそのタオルがはだけてる時は絶対風邪ひくぐらいだったのよ。いまだにそれないと寝れなくて。ほうほうほう。そうタオル巻いて寝てんのよ。旅行とかもし行ったとしても俺多分ウッチーとかとも一緒に行ってる時とかもそうなんか一個
あのフェイスタオルみたいなの、はい、ずっとなんか乗っかってる感じ、ずっと。そう、はい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 、寝相悪いのにここだけブレへんみたいな。あ、そう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 、すごい、ここだけあれば風邪はひかないんだよね、ずっと。でコロナになってマスクの生活になったじゃん、はいはい、で未だに俺電車の中ではマスクしてるんだけど、うん、もうそれからもう熱出るなんてことなんてもう一回もないね。はい、あなた体強いね。そうね、まあ確かに、あの多分普通の一般の人よりか体力あると思う。うん、そう、なんか2ヶ月ぐらいは休みなくてもなんか行けちゃうぐらいの体力はあるから、あ、本公演の時でもみんなびっくりすると思うよ。ずっと元気。俺のスケジュールみんなよりもひどいはずなのに、みんなの方が疲れてくるよ多分。俺だけ。そうね、うん、それだけは俺ちょっと自慢なんだよね。ルッチーと二人でやってて、お前ようそんなに元気やなみたいな。はい。なんか変なやつだ。まあでもその代わり終わった後のお休みは結構長めに取りはるよね。ああ。まあまあその。俺そこで謎の熱とか出たりする。ああ。だから意識の問題だ。だから気張ってると大丈夫なの。確かに。うん。で終わってさ、俺もう3日ぐらい休み入れちゃうの。はいはいはい。終わってから次の日から3日ぐらい。でまあ。なんか飲んだりとか打ち上げとか、まあもしあったりとかしたらさ、打ち上げとかやって、まあ次の日は爆睡じゃんか、うん、でなんか台本かたしたり、うん、家ずっとかたせないからさ、その期間ってさ、うん、なんかかたすじゃん、次の日ぐらいはちょくちょくやって、うん、でまあまあ疲れてるからとりあえずこの辺でいいかになるじゃん、うん、で2日目ぐらいで謎の熱になるの、バン、うわ、喉とか鼻とかも来てない謎の高熱にうなされるみたいなのが何回かあったね。シンプルに体が悲鳴上げてるやつ、うん、まあまあそうやろうな、疲れてるやつ。そうだから、それでポカリ飲んで1日寝て、だから俺万能薬な。そうで3日目ぐらい行って熱は下がるから、うん、掃除とか洗濯とか全部するから大体3日取る。あ、熱出てもいいよ、あ、計算上も3日とされてんねんな。そう、熱出てもいいよ。あ、そうね、いや体調、あ、でもほんまに喉やと思う、あの体の全てを司ってる、うん、風邪とか、うん、なんか体調不良は喉からやと思う俺、うん、に喉ちょっとイガイガしてんなの時に急に来るもんな、うん、鼻来てな、やだやだやだって時あるもん。なんかあれ、なんかなんか、なんかこの喉あるぞあるぞっていうこの感じ、うん、なんか口なんか痒いみたいなさ、うん、なんかって いるみたいな、うん、まさかまさかバカな、やめてくれよ、いやバカバカしいわみたいな。だんだんそれが分かってくるんですよね、あーこれ来るな、これ来るわ、いや、あーこれ明日だ、気からやられてるね。ああ、うん、そう、それはあるな、うん、寝て起きた時にやばい体がなんか痛いして、うん、あっていうのはあるから、病は気からは結構リアルだからな、うん、マジであるからな。だから今みんなが言ってるの全部やってください。ほんなら大丈夫だと思えるでしょ、うん、そうですね、ちゃんとお風呂入って、蜂蜜の温かいやつ飲んで、あ、でも蜂蜜さえはマジでいいかもね、マジで喉のケアにはめっちゃいいし、超いいです、飴、うん、舐めるよりかははるかに健康的ですね。そうですね、うん、全人類やった方がいい、全人類、うん、全人類な、本当に、うん、いいな、うん、別にそんなもんか、ちゃんと飯食う、あ、そう、あ、それはそうやな、マジで大事、うっちーもねダイエットの、うん、その途中経過で体ぶっ壊してるから、あ、完全に免疫力なくなったんだな、免疫力落ちまくってたんだよね。で俺それから毎朝サプリ飲んでんねんけど、うん、1個足したのサプリ、黒ニンニク出した、あ、いい、はいはいはい、絶対いいと思う、なんかそれだけでもうなんか大丈夫感すごいもん俺。俺もなんだかんだカズマも体作るって言ってたから、はい、前回の収録日がさ5月の13だったじゃん、うん、ああそっか、そんなか、そうだからもう、 そう結構経って確かに、うん、今日だったじゃん、うん、でそっからね、メグの見に行く前の日ぐらいまで俺炭水化物を抜いてたの、あ、俺も絞ろうと思って、はい、めっちゃ絞れたんだけど久々にそんなに抜いたからマジでね、あの本当今日まで粘ろうと思ってたんだ、うん、だけど頭働かなかすぎてさ、うんうんうん、そうでなんか、うん、何それこそ運営とかキャスティングか被ってるからさ、うん、はい、あの何の連絡だか判断がつかなくて最悪やん、そうやばいじゃないですか、そうでなんかしまいに文章読めなくなってきたなみたいな、うわやばい、入んなくなってきたなと思って、うん、脚本書いてて書き終わって次の日もう一回なんかちょっと戻って見てるときにこの文章なんだみたいな。やばいやん。そう、あ、これやばいなと思って早めに食ったのよ。ああ、大事。そう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 。そこそれが続くと体壊すんだろうなとか思いながら、うんうんうん、もうマックバカ食いね。なんでそのタイミングでマックなん？もっとあるやん。なんかいや、とりあえず照り焼きの
あ、今新しいやつ。新しいやつが出たタイミングだったから、俺マック食いたいイコール照り焼きなのよ。まあまあ、そうかな。で、うわ、もうこれ絶対食うってなってて、次のチートデイはもう100食うってなってたの。だからもう今日は、本当は俺の予定だと来る前に、マックでバカ食いしてここ来ようと思ってた。計画は。ただその前に、やばい食わなきゃ無理だってなって、うん、もうね、めっちゃ食ったよ。あの、新しい辛いマックと、うん、新しい醤油マック、照り焼きのやつと、はいはい、ビッグマックと、うん、ポテト M サイズ2つと、うん、15ピースのナゲット。うん、にフルリ。行く行く行く。そう、飲み物、こうなんかコーラ2つにして、そう、セットのやつにして。あ、だからポテト2つあって。そうか、ん。そう。で、まあ、限界まで食って、ナゲット4つ残して、あの、完成した。ターンゲット。次の日の、炭水化物を抜くのに、ナゲットは。ああ、持ち越しで。そう、持ち越せました。っていう感じで。うん、めっちゃ食ったね。出ましたね。超復活した。めちゃくちゃ頭働いてメグの芝居見れた。ちょっと体がだるいみたいな。うんうんうん、でカズマの見てる時はそんなに頭働いてない。ああ、でもまだ大丈夫だった。まだ大丈夫。あの5ぐらい。あの5もうヌーンだったんや。5ぐらいの、そうそうそう。あ、メグの見る前の日に食ってるから、その2日前ぐらいから、うん、そのなんかぼーっとして、やばいな、うん、みたいな、うんうん。確かにあの時ってほんまに舞台見てもなんわけわからんもん。そう、ああなってるとね。そう。まあ、俺大体文字入んなくなったらやめるんだけど。うん、食うようにするんだけど、炭水化物。なんか危ないことやってるな。だいぶ危ないことやってるな、なんか。結構際どいらしい。かなりギリよな。うん、そう、うん、危ねえなと思って。そう、今もう文字読む仕事がほとんどじゃん。今の時期まあまあ、そうやな。事務的なことめっちゃ多いっすもんね。そう、台本書いてる。台本やしな、まずな。文字しか見てないからさ。わかんなくなるんだよね。うん。すごいよ、マジで。大変。大変よ。彼大変よ。大変。頭が文字だらけになるんだよ。ガリレオみたいなことになる。なんかすごいな。数式だらけになるガリレオ。実に面白い。いや、その時のね、台本とかも結構面白いんだよ。まだ全然時間あるから、あるのにさ、3通全部読んじゃったからさ。エピソードトークに入ってるけどさ。今、あ、そっか。そうだな。まだ35分しか経ってない。ああ。そう、なんかさ、台本書いててもさ、そういう時に、文字とかが入ってない時にさ、はい、書いてるとさ、後々読み返すと面白いの。まあ、例えばだけど、なんだろうな、いや、こんなもんいらねえよ、みたいな、うん、だったらこっちの方が欲しいわ、みたいなセリフがあったとするじゃん。こんなもんいらないさ、こっちの方が欲しいんだもん、みたいな書いてあったりするの。可愛くなってる。バグりすぎて。そう。誰の何のセリフ全然キャラじゃ、なんだこれみたいな。何々さとか書いてある。何々さって絶対使わんもんな。そう。何じゃこりゃみたいな。完全脚本に出てくるよ、これ。何じゃこりゃみたいな。どういうノリでそれ書いてたのか分かんないんだよね。半分寝言みたいなノリになってるじゃないですか。何言ってるか分からんみたいな。分かんないみたいな。そう。キャラが崩壊してるみたいな。とか、あったりする。いやでも、そう、食べへんとさ、うん、なんかやっぱ露骨にさ、脳に回ってないな感、うん、すごいやん、うん、エネルギーが、うん。そうですね。あの時の編集、やっぱり変やで、自分の。ああ。むちゃくちゃおもろい。音でかとか。多分音でかっていうのも、脳みそ働いてへんから、聞けんねやろな。はいはいはい。ああ。とか。全部がなんか遠いんでしょうね、なんか。そう。感覚と遠いから。うん、字幕、何これとか、ある。それも字幕がめちゃくちゃってことです。めちゃくちゃ。そうだ、そうなったら一旦食った方がいいね。で、そのぐらいで体調崩したい。なるほど、うん。で、体調崩して、肉食って。うん。なら、字幕ちゃんと打てるような。よかったね。ほんまに。だそこまで行ったら、あとは週1ぐらいのチートデイに切り替える感じだもんね。うん、ほんまなんかそれぐらいじゃ、まあある程度食べんとあかんとも言うけどね。まあうん、そうね。なんか、説あるよね。1日おきにするとか、うん、4日おきのやつとか、いろいろあるけど、うん、俺はまあ、1週間が合うかなと思ってる。うん、俺それぞれ体のあれもありますからね。あ、ね、あるある。そう。だから炭水化物作った次の日は、やっぱ急激にシュッとするのね。その分、ギュッてくるからね。絞られるっていうね。そこなのよ。ここが落とし穴でさ、急激にシュッとくるからさ、おってなるじゃん。でも、一、はい、回炭水化物入れると、めちゃくちゃ腹減んのよ。ああ、確かに。目につくものが全部炭水化物で脳が埋め尽くされるの。で、一回シュッとなったから、いっかって食うのよ。わかるー。そうするとね、バコって増えんだよ、ね。わかるー。
そう、ここを我慢するかどうかめっちゃ瀬戸際なんだ。わかる。いや、精神力。そう。やばい。俺今日なんかマジでそれで、もともと食う日だって決めてた分だから、ラーメン食うかって思ったけど、めっちゃ我慢して、わかる。もう家の朝飯食ってきて、どうにか超えてきたけど、だから4日目食って、うん、そうだね、ゆく炭水化物抜いて4日目だから、だから来週のまた月曜とか火曜日あたりにまで我慢しなきゃなと思ってるけど、あ、リアルに俺あったんが、この前帰り道でラーメン屋の前、うん、あーって通って、もう一回戻っちゃってん、その危ない、通り過ぎた先がチャリ置き場で、うん、うーって言って、パッて見て、うん、なんかもう俺だろ、もう人見つけたゾンビよね。もうそこに理性はないから。無遊病みたいな。もう無遊病。いや、わかる。めっちゃ悩むよな。これ戻ったら、まあ結構活気のあるお店で、ガタガタガタって作ってんねんけど、ちょうどごさんって出てきて、人がガランって開いて、もうそっからの匂い。うわ、もう全部その匂い、色付きの匂いよね。なんか、ふってもう俺なってるやん、店の前で。ってやって、ちょうど一席空いた。って言って、そのままチャリンコ乗って帰って。えらい、えらい。で、この、えらいっていう自分が、嬉しくて。そう、わかる。それ一発耐えれば、なんか、翌日ぐらい楽勝なんだよ。そう、楽勝。意外に楽勝。ああ、戻った、危ねえ、みたいなね。なんか、一回来るよな、なんか。一回来る。やべえやつな。で、俺その日、末期やなって思ったけど、家帰って、ラーメン我慢できた俺っていうのがすごいから、ラーメンの気分だけでも味わってやると思って、お湯に鶏ガラスープとお醤油入れて、わかめんてって入れて、ラーメンって思って食ってた。ダイエット気持ちいい。きついぞ。味だけでも。あ、でもなんかそれでももう満足だった。うん。なんかそれだけでももう、あ、なんか食ったなって。いいね。いいデブの風上にも置けない感じになってきたね。そうなのよ。そうなのよ。今デブの中では一番重たいデブなのよ。もう白子ボディとは言わせね。いや、もうそうよ。でももう白子ボディとはちょっと。そうやな。遠くなっちゃったな。じゃあ次はもうチョコモナカジャンボって言ってもらって。そうなっちゃってるね。伝わってないな。あれ伝わってないか、ね、雪見大福ぐらいにしよう。かわいいぞ。かわいい。俺みたいなのが2人おんねやろ。蓋開けたら。蓋開けたら。うん、グリとグラみたいな。あー、かわいいぞ。うちだよって言って2人おんねやろ。そんなうちも今後楽しみにしててください。どこまで絞るんだろうね、本公演でね。まあその役のために絞ってるからね。うんうんうん、あと半年ありますからね。ね。半年ある。いや、俺は稽古、稽古には仕上げてって言ってる。稽古の仕上げ。稽古仕上げやから。あとまあ。10月中旬ぐらいまでには仕上げなきゃいけない。まあ4ヶ月あればね。そうだと思うんやけどね、このペースでいけば。だと思うけど、ちょっとわからへん。うん、そこは全てがどうでもよくなる可能性もあるし、お前、あ、お前だって言って、朝起きた瞬間、もう無理だって言って、LINE で、ゆうさん、役チェンお願いします。ゆうくん、ちょっともうちょっとデブで役書いてくれって。いや、ほんまにそうだな、ように頑張らんと。そうだよ。ちょっと頑張りますよ、ほんまに。41分。だらだらお便りじゃないやつで喋ったけど、雑談。この雑談すごいやるよな。ラジオ回ってる前とかこんな感じじゃない？いや、マジこんな感じ。ずっとこんな感じよな。確かに。あんまり変わんないよね。まぁ、ちょっとテンション落ちるかぐらいだけど、喋、うん、ってる内容あんま変わんないよね、うん、俺、うん。多分だって何回かやってますもんね、その喋りながら、おいすーって。あだからマジであの状態で、ああ確かに、そうかそうか、確かに確かに、アイドリングトーク聞かれるのちょっと恥ずい ね、そう考えたらね、キャップ落としたけども、キャップ落としちゃったよ。確かにな、そう思うとうちのメンバーはみんなキャラはあんまり変わんないから、うん、そうね、なんかいいね、確かに。でもやっぱ今後は来んのかね、新しく入ったら、その要はね、その芸能顔とあるんじゃない、プライベートが、うん、なんかやっぱその珍しくはないじゃん俺ら、うん、まあ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 、うん、なんかさ、ごめんちょっと、え、なんかあんま特定されるどこかにトゲが出そうか、うん、ちょっと出そうだったからやめて、行こう行こう行こう、行っちゃおう行っちゃおう、いやいや別に、いやいいんだけど、別にこれも文句とかじゃなくて、いやし、まあ、こういう時って大体文句なんですよ、まあそうやな、あ、違う違う、いやリスナーの夢がなくなるのかなっていう、あーもし夢なくなったら全部ピーでいいじゃないですか。長いピーが人死んだんか。いや、まあでも、ま
まあちょっと感じたことは俺らだからね。この要はあんまり外、まあまあさ、そのなんかキャラが変わんないからこそ、うん、舞台とかやってるとさ、うん、稽古場でしかお会いしないじゃない。はいはい、その周りの要は芸能人とされる方、うんはい、稽古場でしか会わないじゃない。うん、で、あのさ告知 PV とか撮る団体ある？ああ。で、あれ YouTube に出しますんでのパターンのやつ。うん、で、なんか同じ関わりのさ。うんや人とさ、そう、数人でさ、あの、どうもってやること多いじゃない。そうですね。役柄の。はいはいはい。で、どんな役ですかって振られること多いじゃない。うん、あの時のキャラが違いすぎて、あってなる時ない？ある。まあ、その、オンになったなーっていうのが、うん。そうそうそう。スイッチーって感じのね。だからでもこれ、前、役者あるあるとかでも、やっぱやってるネタではね。あ、そうか、そうか。なんか、見てねー、はい、OK です。あ、お疲れ様でした。っていう、でそこまではあれ、コントだから、ね、かなり誇張してるけど、なんか、あ、結構、振り切って変わる人はいるよな、うん、とかはある。まあ、まあ、あんま珍しくないよね、うん。そうです。なんか仕事フェイスって感じの人ってね、うんうん。それができるの結構すごいなと思いますけどね、俺は。確かにね、それはプロ意識高いよね。うんうん、だってほら、あの芸人さんとか、岡村さんとかってむちゃくちゃ静かって言うやん。ああ、そうだね。もう本当に人と喋らないっていうけど。仕事の時しか、ああいうおしゃべりに、うん。ラジオとかで、だってめちゃイケとかもう僕ら世代やと思う。多分みんな見てる。めちゃくちゃだもんね。もうひどいというか、うん、目立ちたがりのって、裏でもなんかなと思ったら結構そうだとか。うん、あの、爆問の太田さんとか、めっちゃ静かって言うやんね。裏で。うん、でももうテレビ出てたらもう何やるかわからんみたいな。もうね。だから、な意外ではないのかもしれないけどね。その、まあ、そのイメージはあるだろうけどね。そういう裏表はむしろあった方がプロっぽいというか。うん、魅力にはなるな。まあ、魅力なんじゃない？じゃあ、変えていこうかな。おいよ、ちょっとやめろって。バーカチンガー。違う違う。そのキャラでいいんすか？それ一周回って表現するよ。ちょっとボケんの早すぎて。もうちょっと繋げたかったんだけど。俺も今なんかかっこいい風にやりたかったもうちょっと福山同士の対話があるのかなと思ったの。ちょ、かっこよくやりたかったんやけど、武田鉄矢さんになっちゃったんで。話がだいぶそれましたんで、そろそろ追い飛ばしましょう。追い飛ば。追い飛ばですね。はい。前の日あんなに食っちゃうとな。俺の流れなかったよ。え、何が？ジャンクラジオでジャンジャジャンク。あれか。はい、はい、そろそろお別れの時間でございます。この番組ではお便りを募集しております。概要欄からお便りフォームというものをご用意しております。そちらタップしていただきますと必要事項がずらっと書けるようになっておりまして、記入して送信ボタンを押すだけでございます。ぜひともよろしくお願いいたします。あとですね、あのハッシュ SNS 等にハッシュタグジャンクラジオをつけてつぶやいていただきますと、喜び光、透けて透明になって、透明人間になって、その辺をほっつき歩きながら、地球を一周してブラジルの人に挨拶してから、もう一回半周して戻ってきてパーって光りますんで、ぜひともよろしくお願いいたします。スペルはですね、 JUNK 大文字にカタカナラジオでジャンクラジオです。俺か、じゃあ俺らからしたら何もないところからいきなり克実が光って出るってなって間のもうブラジル行ったか知らんってことだもん。何年後かに、何年後かにこっち歩いてんのかな、マジそう、ユウさんあんって言ってたら急に急にガーッ、まあ、告知よ、告知を、ピカーデン、告知よ、告知、告知してください。じゃあちょっと行きますよ。あ、まあ、直近の、はい、で私清志和馬はですね、6月の26日から、うん、舞台に立たせていただくんですけれども、うん、会場があるね543という、うん、東京の富士見台っていう、富士見台にあります西武池袋線ですね、うん、はい、っていうところですね。でモラトリアムに忠実にっていう作品に出させていただきますと、うん、なんか軽くあらすじでもちょっと、あ、ちょっとじゃあ話していただいてもよろしいですかね。なんかあの大学生たちのお話でして、うん、で、まあ、ある、まあ、主人公の男の子はコミュニケーションが苦手なんですよ、うん、で、まあ、その中でまあ、演劇研究会というサークルに入ってるでして、その役の中では上手に喋れるよと、台本がある上では上手に喋れるよっていう、うん、で日常生活のコミュニケーションどうしたらいいのかとか、うんうん、どううまく、ね、していくのかっていう、結構身近な問題のやつだね。そうです、結構、あのなんか室温
だっけ喫音っていうの、ね、あって音影響とかあれを直したくて役者やる人結構いいんだよね、うん、しいね。そうなんだ。そう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 気がすんな。そう、あ、まあちなみにこのラジオでもだいぶ前だけど、ゲストに来てくれたサイケさん、はい、って方も元の始まり役者の始まりはそこだった。へ、ああ、そう言ってはったね。そう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 。そう思いがあってっていうのがあって。なるほど。うん、っていうそういった感じで、まあそのコミュニケーション能力の欠如とかいう、うん、人とうまく喋れないとか、うん、まあその自分を変えたいとか、うん、とかそういう気持ちを持った主人公がその人と関わっていく上でどうなるのかっていうようなお話をやりますね。いいね、会話劇っぽいね。なんかあんまりキュンキュンしない青春の話みたいな、うん、ちょっとなんかね、そのなんか悩みがある方のね、なんかダークサイドの方がいろいろ見れそうだよね。ただ私、清志はその中でも結構明るめのキャラクターをやってまして。うん。ああ、そうなの。なんと私、初めての学生役でございます。え？そうなの？大学生役初めてなんです。そう見えて？こう見えて。こうなのに？こうなのに。へぇー。全然高校生まだいけんのにね。そうなんですよ。今しかないよ、高校生できんの。振られたいね。振られたい、高校生やりたい。まだ学生ね。ギリ中学もまだいけるやん。まだいける。制服着ちゃえばもういける。もったいないね。そう、なんか。年取ったら嫌でもできないから。できない。そうなんですよ。でもなんかいつも社会人役だったりとか。嫌でもできないってどういう意味？嫌やったらやらん方がいいかも。やりたくてもできない。やりたくてもできない。なんか今流れてった。俺もってなって。ごめんなさい。とかなんですけど、もう初めての大学生役なんで、うん、まあ、どっちかって言ったら年相応な方になるのかなと思ったんで。いいね、いいね。いいな。ガンガン普通に素の自分でやらせてもらおうと思って。うんうんうん、頑張ってくださいな。頑張ります。ありがとうございます。ではよろしくお願いします。あー俺かな、8月ね、情報解禁されたな、うん、タイムスケジュールがまだ出てないっぽいんだけど、ほうほうほう、キャストとかは出たのかな、うん、なんだっけ、音ね、ずなんだっけ、何やったっけ、なんだっけ、音ね、音ね、音ね、うん、音ね、音ね、どんな字ですか、ひらがな、音の女、あ、音女で音ね、うん、音ね、な、何ぬね、ね、ローマ字でねってね、ね、目、うん、目、目、目、うん、音、ね、目、そやん、間違えちゃった。俺が全然把握してない。情報解禁この前だったから。全然把握俺も何も把握してないだけ。音目、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 目らしい。うん、なんかね、猫脱出さんをだいぶ去年からお世話になってるんですけど、うん、劇団さんがあって、もう老舗の、うん、でそこのまあ番外編みたいな感じで小さいところでやるんですけど、なんか赤い猫っていうそのシリーズでホラー系を結構ずっとやってるらしくって、おそれがね最近なんか久々にその復刻みたいな感じでやってて、でまあなんかそのわちゃわちゃコメディが猫さんの醍醐味なんだけど、そのホラーでなんかこうわーっていう演劇よりかはこっちより、あの会話劇とした、そう会話劇でこう自然なお芝居でこうホラーを、わあ、ええな、会話で紡いでくっていうスタイルらしい。面白そう。今回はそうだ、あ、だから俺が選ばれたんですかっていう、専門だからそうって思ったんだけど、まあ本当に5人ぐらいとか6人ぐらいしか出てなくって、ちなみにこちら会場は下北沢の3階のリバティっていうところですね。去年俺7月にそこ劇場立たせてもらってんだけど、駅出てすぐのダンダダン酒場の上ぐらいのな、はい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 、ありますね、だから小さいところだからなんか濃厚な会話劇みたいなのと、あと多分ホラーやらせると近いからこそ怖いかもね、いいね、うん、っていうホラーだからちょっとホラー苦手な人はあれかもしれないけど、うん、うん、ぜひ見に来てほしいなって近い分ね、いつって言ってたっけ、8月の8から12、うん、まだだいぶ先だからまた改めて、まあ、そうね、最近やもんね情報解禁がそう俺もねあんまり把握してなかったから、そう楽しみですね、なんかね、そう未解決事件みたいな、なんか事件のなんか2つのなんか事件を元にしてそれをなんか合わせてみたいな説明だけは受けてるんだけど、そう、まあ、台本も上がってないし、そうやっとスケジュールが公開されたぐらいだから、これからなんですけど、よろしくお願いします。お楽しみに。翔子もね同じ時期で下北出てたよ、うん、そう、それも、もう稽古始まってるから SNS と見てくれれば、うん、多分もうスケジュールとか出てると思うんでそちらチェックしてください。まとめてホームページに上げさせてもらうんで、はい、見てください、はい、下北に同じ時期の週に翔子と俺がいるっていうってことははしごできるってことですか。さあ昼夜ではしごできるね。素敵。なんだろう、なんだろう、ワンブロック、ワンブロック、あ、ガチですか。そう、うちの劇場の裏、
そうだから劇場でやってる。あの有名な間にあのビレ版あるやんか。はいはい。そのそれを中心として表と裏でっていう感じだから、俺が駅の方に近い方、はいはい、裏やから入って、その一角の裏側くるって回る感じ、駅から。じゃあもうゆうさん見に行ってビレ版行ってそのお正子さんに行って、あそうそうそう、全くもうそれ言った俺、ね、もう全くその話この前してて完全にそうなんて言って、間に途中でビレ版寄れるなそう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 、ガチャ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 ってスタードも寄れる、あそうね、うん、そう電車カレーパンも食える、いけるな、うん、くるって回って、あの横のうどん屋さん美味しいからおすすめです、あそうなん、はい、下北の話濃くするなそういう劇団になっちゃうぞそういうコアな、まあでも俺ねホラーみたいなのは正直初めてだからちょっと楽しみなんだよね、あんま見る機会もないもん、ホラーの舞台って、そうだよね、そもそもあんまり聞かないもんね、あんまやらないやろ、うん、だからちょっと楽しみだなって、しかも会話劇だし、うん、あんまやらないやろ言ったけど、うちで最後にやったんが一応そうなんか、ホラーコメディーだけど、まあまあ、コメディー入りでしたからね、よろしくお願いします、はい、ちょっと告知多くて申し訳ございません、もうねだいぶ話したからね、いいよね、うん、うん、今日はこれで撮るよ、はい、はい、はー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 い、あんてん、お、はい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 、パスタみたいな。